を届ける流れ星ルナッチョスです。今日はよろしくお願いします。暑いな今日は。今日は暑いな。おお。あれ？今日は暑いな。あれ？今日あのルナッチ星あんまり水飲まないねって、ライブ中30分間ずっと水飲まないねって言ってたから、たまには水飲んでみようかなって思ったんだけど、期待してたのとなんか違う。私は飲んでる姿も可愛いよって言ってもらいたかったの。ダメ？恥ずかしくなってきちゃった。暑いな、喉乾いちゃった。飲んでる姿も可愛いよ。しょうがねえなって。あのいいあの休憩無視になったので、ここから3曲ね、はい、連続でやっていきます。こんなはずじゃなかった。くそー。今から脳卒3曲いきたいと思います。聞いてください。ライオンハート。Thank you.
それでは恋はウルフェイスの皆さん、みんなで手をつないで仲良くなるシーンです。はい、皆さん後ろの人も手をつないで仲良くやりましょう。はい、恥ずかしがらずに乗ってみてください。レジェフェスは多分レジェンドが大好きな人を呼んでくれたフェスだと思うんだけど、私も今日の出演者と皆さんがとっても大好きで、そうだからこの手をつないでる瞬間が皆さん仲良さそうに見えて、本当はどうだかわからないけど、とっても嬉しかったです。ありがとうございます。3曲歌ったら喉が渇いちゃった。飲んでる姿を飲んでる姿を可愛いよ。あと5回くらい。水は楽屋で飲むことにします。ごめん。やる最後。しょうがないな。飲んでる姿もかわいいよ。ありがとう。そうそう、これ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 。初めて見た方、茶番に付き合わせてごめんなさい。ちょっとやってみたかったんですよ。やってみたかったの。ダメ？やってみたかったんだもん。可愛いよ。大丈夫。可愛いよ。いやでも今日は楽しい気持ちで帰りたかったから、そう最後可愛いよって言ってもらえて気分上々なんですよ。どうしたのこの空気、どうしよう。まずい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 。私だけが楽しくなってしまってはダメだ。これはエンターテインメントとして皆さんを楽しませなきゃいけないのに、私ばっかり楽しくなっちゃってダメだね。みんな楽しいですか？楽しいよ。涙は出ないんですけど。はい、はい、じゃあ告知させてください。と9月16日に渋谷ロフトヘブンさんでライブがあります。イエーイ。はい、渋谷ロフトヘブンさんはこういうライブハウスとはまた変わった感じで、雰囲気がねとてもしっとりしてる感じなので、ルナッチ星もしっとりした感じでライブをしようかなって思ってます。5時からです。5時からです。よろしくね。よかったよかったです。